ソフィーがいた頃ならまだしも、素人半分のメンバーもいるのよ。ダメに決まってるわ。まったくその通りだね。え？いやー、愉快愉快。身の程知らずのちびすけもようやく自分のダメさに気がついたわけだ。レイ？何？ユニが二人？メイアルジャーナ、ユニの双子の妹。放っておきなさいよ。相手にしても疲れるだけだ。おやおや、自ら困難に立ち向かう勇気もないシャルロット君。もしかしてそれ負け犬の遠吠え？何ですって？あなたにそんなこと言われたくないわ。おいおい、なんか始まったけど。大丈夫、いつものことだから。そうですわ、彼女たちのあれは挨拶みたいなものです。そんな筋はさておいて、フィル・ユーハース様ですね。はあ、そうだけど。お目にかかれて光栄ですわ。いやあ、そんな聡明なフィル様であれば、この国の経済を背後から支配する我が財閥の名前はすでにご存知。この犬、負け犬、お子様、ガキはガキらしく幼稚園でお遊戯でもしてりゃいいんだよ。何言ってんのよ。年上の人は敬いなさいって母親に習わなかったの？できないなんて、うるせえぞお前ら。店に迷惑だろ。スーファー、あの方は。シニーナ・ビノテーク、メイのカルテットでビオラを担当してるわ。とっとと帰りやがれ！やれやれ、ひどい目にあったよ。なあスーファー、さっきみたいな騒ぎってよくあるのかな？スーファ、遅かったな。老人がお待ちだ。すぐ屋敷に戻るぞ。はい。は？一体何ですか？突然人の話に割り込んで。そうか、それは悪かった。スーファ、行くぞ。フィル、ごめんなさい。あ、スーファ、行っちゃった。フィル、ちょっといい？ん？シャル？どうした？そんな深刻な顔して。コンクールのこと、あなた本気で頑張るって言ったわよね。ああ、絶好のチャンスなんだしさ。それがどうかした？ううん、ただ聞きたかっただけ。
それにしてもさっきの男は一体誰なんだろう。気になりますか、スーファさんのことが。君はさっきの何か知ってるの？うん、そんなことより、これを受け取ってください。なんでさっさま？無理無理、受け取れないっす。残念ですわ。ん？ああ。そこの君、思い出したわ。夕べの彼だろ？え？そりゃそうだね、講義室は禁煙だから。もちろん私も吸わない。どちら様？うわ、昨夜あったんだけど覚えてないんだ。君の記憶力って随分頼りないね。昨夜って、ああ、あの包丁の人。まあこうして同じ授業なのも何かの縁だし。私はシニーナビノテーク、よろしくね。ああ、よろしく。へえ。じゃあ昨夜店で絡んできた二人ってシニーナと同じチームなんだ。ああ、メイとジゼルの話だね。なんつうか、二人とも手のかかる子供だよ。メイは壊滅的なアホだし、ジゼルはアホの上にさらに常識がないし。まあ二人とも演奏の腕だけはすごいんだけど。へえ、興味あるね。そうだね。うちの学生の中でもメイは特別でね。圧倒的な強さでコンクール制覇。今世紀最大の天才、早くも誕生。シャルとソフィーと3人で音楽院の三傑とか言われてたな。ソフィーが音楽院を辞めて、シャルも調子崩してるみたいだし、今じゃ間違いなくメイが一番だろうね。見かけによらないって言うけど言えてるわ。まあでもそれは君も一緒じゃない？え？俺が？噂は聞いてるぜ、編入生くん。みんな君には注目してるよ。ああそうそう、君ね、ジゼルに目をつけられただろ。は？
ジゼルってあの変わった女の子のこと？そう、あの変なやつ。あいつってばミーハーでね、君みたいな有名人には弱いんだ。いや、懲りないやつだから、君も気をつけた方がいいかもね。有名人って別に何もしてないんだけどな。ねえねえフィル君。ユニ、なんだ突然。フィル君に質問があります。うん、言っておくけど俺は独身だぞ。うん、それはどうでもいいんだけどね。そうですか、いいんですか。じゃないけど、まあ小さい頃から楽器には触ってたから。それじゃあほとんど独学？すごいな、あんなに上手なのに。いや、無理やり親父に教え込まれたような気がするけど、その親父もある日家を出てっちゃってさ。その頃小さかったからよく覚えてないんだけどね。ホラってあなた、そんなハードな過去を何明るく語ってるのよ。いや、若い時に苦労すると人間が丸くなるって言うだろ。わっはっは。遅れてすまないね。そろそろ始めようか。もういいわ。今日はここまでね。ほんとうまくいかないわ。いつまでたっても音はバラバラだし。おいおいシャル、音を合わせてまだ1週間だぜ。これからだよ。説得力まるでないわよ。音を乱してる張本人がそんなこと言ったって。そういう自分はどうなんだよ。シャルだって一人で突っ走りすぎだぜ。バカ言わないでよ。私はみんなをまとめようとして。とにかくあなたが指示通りに弾いてくれれば何も問題ないの。うん、シャルの指示通りにか。何よ、当然じゃない。私は第一バイオリンなのよ。いや、文句はないよ。ただそういう演奏って楽しくなさそうだよな。何素人みたいなこと。
楽しい楽しくないは関係ないでしょ。うん、そういう楽しさって俺は結構大切だと思うけど。スーファはどう思う？え、私はみんなが仲良くできれば。スーファったら、そういう話じゃないでしょ。うん、わかってるけど。もう煮え切らないんだから。ユニはわかってくれるよね、私の言いたいこと。体調崩しちゃまずいからな。早めに解散した方がいいな。そうね、今日は解散しましょうか。ユニ、体には気をつけなさいよ。二人とも本当にお上手。ユニもメイも。風邪薬と、あと頭痛薬。ユニじゃないか。偶然だな。なるほど、あんたの目の節穴ぶりはよくわかった。ユニにも報告しておいてやるから、ありがたく思えよ。